そういや。兄ちゃん、ナルトの兄ちゃん。なるってばよ。絶対火影になってやるってばよ。起きろ。渦巻きナルト、お前を木ノ葉丸軍団のリーダーに任命する。ああ、なんだ任務だ。赤い四つ葉のクローバーを探せ。これ赤き四つ葉のクローバーを探せ。よいよいよいやさっと。んで、木ノ葉丸軍団って何なんだよ。新しく発足した木ノ葉隠れの里の維新軍団だ。これで、メンバーは何人ぐらい揃ったんだ。今はリーダーのナルト兄ちゃんと、軍団長の俺の二人だけだ。あごっこ遊びだったら先に言えってばよ。ナルト兄ちゃん、これは遊びじゃない。重要で危険な任務が待ってるんだ。これん？そういや、赤い四つ葉のクローバーがどうとかって、お前ってば何だってそんなもん探すんだ。うん、実はアカデミーにちょっと気になる女の子がいるんだ。名前は吉野楓。とってもキュートで性格が良くて可愛い子なんだな。これところが、楓ちゃんアカデミー辞めちゃうの？うん、お父さんの任務で別の里に行くことになっちゃったの。いつ？明日の夕方。そっか、寂しくなるね。私行きたくないな。みんなと別れたくないし。ああ、赤い四つ葉のクローバーがあればなんとかなるのに。赤い四つ葉のクローバー？そう、赤ヶ原に一本だけあるっていう赤い四つ葉のクローバー。それを手にしたらどんな願いも叶えられるって言われてるの。でも赤ヶ原って言ったら絶対入っちゃいけない禁断の場所でしょ。そっか、やっぱり無理か。それより、ねえ、この木ノ葉丸くん知らない？お別れを言いたいんだけど、どこにもいないの。そういえば見かけないね。木ノ葉丸、その子のこと好きなのか？その子の望みを叶えてやりたいんだな。うん。こんなことを一緒にやってくれるのはナルト兄ちゃんだけだ。頼む。任務なんだな。そうだ、これ。わかった。やってやるってばよ。はっ、はっ、そりゃ。いつものことだけど、カカシ先生遅いわね。ああ。でも今日はナルトも遅れてる。これはひょっとして二人だけのロマンチックタイム。シャンナロー。あのサスケくん。グッモーニーサクラちゃん。なんてバッドタイミング。俺さちょっと飛び込みの任務で赤ヶ原に行ってくるからさ、カカシ先生が来るまでに片付けてくから、よろしく。よろしく。飛び込みの任務？赤ヶ原だと？あいつら二人で乗り込むつもりか。確かあそこって禁断の危険地帯よね。赤ヶ原ってここか。あそこだ。あそこに行けば赤い四つ葉のクローバーがあるんだ。これなんだ、簡単じゃん。うわここは他国からの
いいってばよ。それに昔はここで中忍試験をやってたって聞いたことがある。え、中忍試験をここで？だったらこれくらいクリアしねえと火影になれねえってことだな。よし、やってやるってばよ。いやー、すまんすまん。来る途中おばあさんに道を聞かれてな。はい、嘘。ああ、ナルトはどうしたんだ。なんか飛び込みの任務とか言ってたけど。飛び込みの任務？聞いてないぞそんなもん。本当かどうか知らないが。うん？赤ヶ原へ行くと言っていた。赤ヶ原？あっそ。それが本当ならナルトは死ぬな。ま、確実に。えぇ、ー、いやー、死ぬー。来ない、逃げろ。リーダー、もっと頭を使え。もう何時間も走り回ってるのにちっとも近づけてないぞ。そんなことは分かってるってばよ、逃げ。なんか家を出せ、これ。いない、なこと言ったってな。行ったんじゃないか、このハマル。おお、やった、赤いクローバーがいっぱいある。おお、愛の奇跡だこれ。結果オーライじゃん。よし、探せ探せ。ああ、ない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 。この場所にたどり着くのに4時間。今すぐ見つかったとしても帰るのにまた4時間。どうやっても楓ちゃんの引っ越しに間に合わない。もうダメだこれ、もうどうにもならない。はあ、楓ちゃん。バーカ、どうにもなんねえなんて考えんな。なんと兄ちゃん、絶対諦めるな。でもじゃあどうするんだこれ。探せ、必死になって探すんだってばよ。後のことは後で考えればいいんだ。さよならみんな。さよなら、このハマルくん。あったー！何？見つけたのか？だけど手が届かない。よし、にゃっく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 っ。うーん、もうちょい。にゃっくっ、頑張れ。いやー、懐かしいなー。俺ここで中忍試験を受けたんだ。ずいぶん荒れてるな。ナルトのやつ、ほとんどのトラップにかかってるんじゃない？あー、まずいな。クグツ忍者部隊の皆さん、スイッチが入っちゃってる。ま、お前らにはいい訓練になるだろう。え？任務を伝える。ナルトとコノハマルを無事に救出してこい。赤ヶ原か。中忍試験の腕試しにはもってこいだな。サスケくん。ほんじゃ出撃。コノハマル、ここは俺に任せて、奴らの隙を見つけて逃げ出すんだ。でもたった一人でこいつらと戦えるわけない。
いいから行け。楓ちゃんに会えなくなってもいいのか。ナルト兄ちゃん、なんで、はい、なんでそんなに一生懸命なんだこれ。お前自分でこれは任務だって言ったじゃねえか。忍者は任務を最後までやり通す。やり通さなきゃいけねえんだ。俺は今まで何度もつまらない任務をやってきた。でもどんなにつまらない任務でもやり遂げた後にはすっげえいい気持ちになれるんだ。俺ってばその瞬間が大大大好きなんだってばよ。アトン桜花宮の術。しっかりしろ。げ、サスケ。立派なのは口先だけかよ。お前だけには負けねえんだってばよ。ナルト、カカシ先生から聞いてきたわ。あの地蔵を元に戻せばこの傀儡忍者は停止するんだって。これだけの数まともに相手してたらマジ死ぬわよ。あの地蔵か。聞いてたか、このアマル。それ任務か。ね、任務か。そうだ、了解。やってやるってばよ、コメ。さあ、ああ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 あ。こいつら無尽蔵に現れやがる。不用意にチャクラを消費する戦い方はできねえな。ああ、思いつこめ。諦めるな、諦めるな、諦めるな。まだか、このアマル。やってるぞ、コメ。チャクラ諦めないんだってばよ。で、やったぞこれ。よく頑張ったなみんな。やればできるじゃない。もうごめんよ。で、このハマルちゃんと持ってるか。大丈夫だ、見ろこれ。あ、これ赤い四つ葉のクローバー。楓ちゃん、願いを込めるんだ。このハマルくん持ってきてくれたんだ。あれで望みが叶うの？さあな。昔の下忍たちは最高の忍者になることを夢見て、皆あの赤ヶ原に入っていった。無事に帰ってこれた者だけが中忍として認められた。それがいつの間にか何でも望みが叶うっていう言い伝えになったのさ。そんな、あんまり苦労したのに。きっと苦労しただけの甲斐はある。カエル、そろそろ行くわよ。あー、やっぱり一面落ちたからダメだったか。ううん、このハンマルくん、私の願いは叶ったわ。だってこれさえ持っていればいつもこのハマルくんと一緒にいるのと同じだもの。ありがとう、このハマルくん。じゃあね。よ
よかったな、このハマレ。さてと、本来の任務に戻ろうか。うん、これから？なーに、すぐ終わるさ。そしたら一楽で飯でも食おう。よし、俺ってばやってやるってばよ。おごらないけどな。